かなり今ここブドウジュースの香りで満たされているところでございます。はい、ということで今回また撮影でインドの方にね、行かれたということなんですけれども、インドはいかがでしたでしょうか。インド라는나라는저는이제이번에영화촬영때문에처음갔는데요인도는굉장히저희가촬영하는데굉장히열악한환경이었습니다냄새도많이나고그리고너무덥고요44도를육박했으니까그래서굉장히고생을했는데갔다와서생각해보면굉장히다시금고생을하더라도한번쯤가보고싶다라는생각이드는약간묘한나라였습니다인도와일본だと呼ばれないといけない国って言われてるんですね。呼ばれちゃったんですね、きっとね。インドよ。ものすごい。あ、그런말이있습니까？あるんです。選ばれた人しか行けないっていう。ものすごい巨トン顔をしていただいて、どうもありがとうございます。ああ。ですか。選ばれた方っていうことですね。本当に不思議ないろんな魅力がたくさんある国ですから、まあ、このインドの話をしているとまたですね、今日伸びて伸びて、怒られる恐れがありますので、この辺でちょっとクイズを用意してみました。やっぱりインドに行かれたということで、インドのことはもう詳しく今夜さん勉強されたというふうに伺ってますので、こんなコーナーをご用意させていただきました。クイズなるほどインド、拍手。インドについてね、調べまくった、まあ、これはまあ初恋探しのね会社でございますから、まあ、ハン・ギジュンさん、まあ、答えられないってことはないと思うんで、それぐらい今日は簡単な問題をご用意させていただきました。ちなみに間違えた場合はいつも通り罰ゲームもしっかりご用意しておりますので、はい、気になる罰ゲームの内容をこちらです。というのは下手くそ、あ、ごめんなさい、そんなことはないですね。絵をお絵描きのことですね。それからカバンというのは、まあ、カバンの中身を交換していただこうかなというのと、あとカレーというのはやはりインドですから激辛カレーでも召し上がっていただこうかなと、思っております。さあ、それでは早速1問目からいってみたいと思います。まずはこちらの写真からご覧ください。はい、この方皆さんご存知ですね。誰ですか。はい、ピンポン、ガンジーでございます。非暴力不服従ね、もうインド独立の父といえばもうガンジーでございます。さあ、それでは問題です。次の、はい、じゃあこの人は誰でしょうかという問題ですね。小西さん、もうインドではこの人知らない人いないというぐらい有名な方なんですけれども、ちょっとヒントを差し上げるとすると、まだご存命でいらっしゃるんですね。まあ、ガンジーさんのようにインドのために長年ご尽力をされた方で、もうね、インドに行ったのにこの人のことを知らないっていうことはまずないというくらい有名な方なんですね。さあ、この方は誰でしょうか。아니이거진짜실제존재하는사람이죠はい、あれ、インドに行かれた유명한사람이라고요。有名ですね。有名です。わからないですかね。じゃあ、저할아버지저인도갔을때제릭샤를운전해줬던분같은데요。아이웃자관설인데아무도안웃네요。すみません、私も一緒にポカンとなってしまいました。さあ、じゃあちょっと大ヒントね、こちらをご覧ください。はい、うん、インドで一番良いところはどこですかということを聞いてみました。まあ、仕事で転々としたと、観光ではないよと、どこも全て良かったよと。さすがもうこの方インドを伝える、もう最高ですね。さあ、もうそろそろ分かりませんかね。もうそろそろ、どうでしょう。インドは全ていいところ、인도는다좋아요。本当に그게힌트예요。え、言ってます。でも本当に分からなさそうなので、そろそろ몰라요、大ヒント2を、네、빨리빨리、え、
まあ、わからないと思うんですけれども、まあ、ただ単に公園に座っていたおじさんに声をかけただけなので、まあ、わかるはずもないのかなっていうところではあるんですね。もう、勘で、これ当てないといけないんで、間違うと罰ゲームですから、勘で、誰ですか、この方は。저분왠지모르겠습니다네잘모를래요그냥끝까지뭐가나ですか네벌칙이뭐예요아이잔넨でした하즈레正解はこちらです。リシャール G さん、この方はインド全土を 2,3 年ずつ移動しながら23年間陸軍の14連隊に勤めたおじいさんです。ちなみに今年で73歳で、息子さんはお二人いらっしゃいます。長男はパンジャブ銀行にお勤めです。アースタクンジの公園でお会いできますので、ご興味あればアースタクンジの公園までぜひ行かれてください。インドに行かれた際は皆さんもぜひアースタクンジの公園に立ち寄ってくださいね。ねえ、じゃあ알겠습니다。わかりました、わかりました。簡単な。이거퀴즈누가낸거예요？아유유치하긴。多分리샤르지さんのことは皆さん知ってらっしゃったと思うんですよ。皆さんリシャルジーさんのこと知ってた人？ほら、超有名人、超有名人です。小西さんだけですよ、インドに行ったのにリシャルジーさんのこと知らないなんて、もう本当信じられないですね。さあ罰ゲームですよ。ルーレットお願いします。ストップ。カバンの中身大公開。マネージャーのヒョークくん、カバンを持ってきてちょうだい。いるかな。メンジョーが어요。あ、いました。あれ、今走ってるの違うかな。多分全部外れるだろうから全部用意しといてって言っといたので、あ、来ました来ました来ました。さあじゃあ小林さん、ちょっと立ちましょう。이거カバンが来ました。이가방일본팬분한분이선물로주신거예요。このカバンは日本のファンの方がお一人がプレゼントしてくれたもので。わお。え、ゲッチュ。それはすごい。팀ゲッチュ라는팀에서주신거예요。올려요여기다가아니죠올아아이거꺼내서皆さんに送りました。꺼내서네きっとこの中に渡してくださった皆さんがいらっしゃるんだと思います。中をはい、少しちょっとこの上にですね、あ、そんなでチェックなし、チェックなし、もうそのまま全部きますよ。はいはいはい、小西先生、小西先生、もうまんま、はい、まんま、すみません、どうぞ。